どうもこんにちは、しゅんじです。今日は懐かしいギフトセット、トミカスーパーポリスカーコレクション、5台入ったセットですね。こちらの方を見ていきます。中に入ってる車両がね、すぐに分かるようになってるんですけど、今回僕すごい気になってるのはこちらですよ。14のマジェスタですね。そう、僕がね昔乗ってた型のマジェスタなんですけど、これのパトカー仕様ということでめっちゃ楽しみです。はい。で、中に入ってる車両なんですけど、日産スカイライン GTR 交通警察用パトロールカーに、トヨタスワラー捜査用パトロールカーで、トヨタクラウン、警ら用パトロールカーですね。これマジェスタですね。機動救助隊レスキュー車に、少し前に出ましたね。去年かな ?2020 年に出ましたね、これ。機動隊大型輸送車の入ったセットとなってます。で、後ろはこちらですね。あ、同じかな。あ、ギミックが書いてる。GTR はサスペンション左右ドア開閉ですね。で、レスキュー車はブーム稼働で、ソアラのパトカーですね。は、サスペンション左右ドア開閉。とね、マジェスタのパトロールカーはサスペンションに左右ドア開閉。で、機動隊大型輸送車は特に、ギミックはないようですね。では、箱から取り出します。これ取り出すのがね、ちょっと難しいタイプですよね。傷つかないように慎重に取り出したいと思います。なんかちっちゃいパーツも入ってたんで、こちらの方から見ていきますね。まず、これ2個入ってる点滅灯ですね。全部黄色だからちょっとわかりにくいけど、この上のところが本当は光るようになってるやつですよね、多分ね。はい、こんな感じ。こちら2個入ってました。こちら検問中って書いてる看板です。後ろはね、何もないんですよね。いや、でもこれ、飾ったりするのにいいですよね、これ。それではね、車両の方見ていきます。日産スカイライン GTR 交通警察用パトロールカーから見ていきますね。いや、形めちゃめちゃかっこいい。34の GTR ですね。最近ね、見かけなくなったんですけど、これね、ヘッドライトがメッキになってますね。で、フロントバンパーのところね、オレンジ色の塗装もあったりして、細かいペイントになってますよ。で、ホイールはスポーツタイプで、フェンダーのところにサイドマーカーがあって、ドアには警視庁って書いてますね。で、クォーターのところね、このボコッとね、へこんだこの辺の造形なんかもね、よくできてます。で、後ろには羽があって、あとテールですね。GTR の特徴的にこの丸いね、テール、綺麗にペイントされてて、で、GTR って書いててね、ここにハイマウントもありますね。で、リアバンパーの形もめっちゃよくできてて、これマフラーどこだろう、ちょっとわからないですね。はい、で、くるっと回して、反対側のサイドになります。ガラスはね、ちょっとスモークの入ったガラスになってますね。で、ルーフには赤色灯。で、二口径1って書いてる。で、トランクの上にも警視庁って書いてましたね。で、側面こちらです。ナンバー20番、スケール61分の1です。1998年って書いてますね。古いな。で、ギミックにドア開閉機能がついてますね。で、中右ハンドルの黒色です。タイヤもあるんで手転がしで遊べて、ギミックにサスペンション機能もついてます。いや、このメッキのね、ヘッドライトがすごい懐かしかったですね。こちらの車両懐かしい。もう最近走ってるの見かけませんよね。トヨタソアラー高級車ですよ。捜査用パトロールカーの方見ていきます。カラーの方はですね、シルバーなんですけど、目がかなり細かくて、ちょっとこう、メッキ調っぽいね、感じになってますね。で、テールは赤色のクリアレンズになってます。ね、この方のソアラもね、古いですけど、こう今風なね、この丸みのある形になってますね。ヘッドライトがメッキになってて、フロントバンパーのね、形、この辺の造形なんかも意外と細かいですよね。ホイールはノーマル形状になってます。で、サイドにドア、クォーター、この、プレスのラインとか、この辺なんかもしっかりね、作られてますね。で、アウターハンドルがあって、で、後ろ、テールが赤色のクリアパーツになってますね。高級仕様です。で、ナンバーのとこ、フロントも書いてあったんですけど、後ろもソアラって書いてて、マフラーは2本出しです。はい、で、くるっと回して、反対側にフューエルリッドがあって、で、ガラスはスモークの入ったガラスですね。で、上には、ルーフですね。ルーフにはランプが、セットされてますね。で、ギミックにドア開閉機能がついてます。中は黒色の右ハンドルですね。そう、ちょっと見えにくいんですけど、ダッシュの作りがね、そんなに良くないんですよね。これ、ハンドルとかはちゃんとあるんですけど、あとセンターコンソールのところもなんか形はあるけど、細かい作りにはなってないんですよね。で、側面です。こちら年式が1992年と、なってますね。古いな。で、ナンバー5番、スケール63分の1です。ソアラもギミックにサスペンション機能がついてました。
次はトヨタクラウンマジェスタですね。一応マジェスタを見ていきます。僕ねこの車両乗ってたんですよ。これパトカーじゃないですけどね、軽来用パトロールカー仕様の方ね見ていきますね、カラーの方白黒カラーになってます。一応マジェスタね、こうボディ全体がちょっと丸みがあってね、こう若い方からこうご年配の方まで乗れるようなすごい素敵な車両でしたよね。ヘッドライトにグリル、メッキになってて、このグリルのところは王冠のマークがありますね。でフロント、ナンバーのとこクラウンって書いてますね。ホイールはノーマル形状になってて、でドアのとこに警視庁って書いてますね。でここにアウターハンドルがあって、でクォーターがねちょっとこうふっくらした形になっててね、可愛らしいんですよこの辺ね。はい、で、後ろテールね赤色のクリアパーツになってて、ナンバーのとこクラウンって書いてますね。マフラーは2本出しとなってて、トランクのところに警視庁って書いてますね。で、反対側にも警視庁って書いてて、ガラスはスモークの入った、ガラスで、室内がですね赤色になってるんですよ。昔の車両結構赤色多かったっすよね。もう最近見ないけど。でルーフには赤色灯が、セットしてあって、110番って書いてますね。で、ギミックにドア開閉機能がついてます。はい、中赤色ですね。でこの当時ダッシュのパネルの作りはそんなに良くなかったんでしょうね。はい、で、底面はこちらで、年式がね1992年って書いてますね。ナンバー55番、スケール64分の1となってます。こちらねギミックにサスペンション機能がついてます。いやーマジェスタ懐かしいな。やっぱ今見てもね好きですね、この形ね、うん可愛いです。はい、次はですね綺麗なグリーンカラーの車両、機動救助隊レスキュー車を見ていきます。こちらの車両もさっきのマジェスタと同じで、中ね赤色になってますね。シートがある、でハンドルがないなんか面白い形になってるな。で、フロントですね、これどこヘッドライトがあるんだろう、この下の方かな。でなんかウィンチとかなんかセットされてそうですね。で、くるっと回して、ホイールはねノーマル形状で、なんだろうこの横、すごいなんかチーターみたいななんかイラストがある。で、後ろのところ警視庁機動救助隊って書いてますね。で、くるっと回して、後ろのねこれそうだ、上かブームがね動くようになってるんで後でやりますね。でテールがあって、まあこの辺の造形すごいいいですね。はい、で反対側にも警視庁救助、機動救助隊って書いてますね。で、運転席の上ですね、赤色灯があって、救助2って書いてあってね、ちょっとボコボコっとなってて、この辺の造形なんかもよくできてて、で、この後ろの上のところメッキになってるんですよ。ギラギラしてる。で、はしごもあって、でこのブームが稼働するようなんですけど、これだよね、あこうか、こう動くんだ、稼働して、であと奥にねフックが隠れてるんで、はい、取り出して、で、これでこのフック部分で何か引っ掛けてね、牽引したりすることもできるようになってますね。なんかね引っ掛けれるのがあったらいいんだけど、ないんですよね引っ掛けれるのがまあ引っ掛けて遊ぶこともできるようになってます。こちらの車両はギミックにサスペンション機能ついてないんですよね。ただこうメッキが使われてたり、あと赤色灯がセットされてたりね、かなり細かいところまで作り込まれてる1台になってました。最後機動隊大型輸送車を見ていきますね。カラーは青白カラーになってて、ガラスねスモークの入ったガラスになってて、サイドと、リアのガラスですねのところにはこう網網のような、ペイントがねされてますね。はい、フロントヘッドライト形あるけどね細かいペイントされてません。でナンバーのとこ点々41って書いてますね。でここにシール貼ってます。ホイールはノーマル形状ですね。でサイドのガラスのこの網のね感じの塗装がすごいいいですよね。いい雰囲気出してますね。で後ろも網ガラスになってて、でテールここですね、細かい赤色とかにね細かいペイントはされてない。でナンバーのとこ41番ってなってますね。で反対側はこちらですね。サイドのパネルとかなんか開かないですねこれね。でルーフには赤色灯がセットされてて、これ真っ白欠形ですねここルーフね。はい、で、底面こちらです。
1988年の、イスズースーパーハイデッカーバスって書いてますね。ナンバー41番、スケールは145分の1です。でこちらの車両はねギミックなしなんですよ。なんかちょっとねつけて欲しかったな。では2020年に出ましたナンバー98番の大型人員輸送車、こちらの方とちょっと見比べてみたいと思います。色がね多分白青で同じだと思うんですけど、これ古いからちょっと黄ばんじゃってますねなんか微妙に色が違う。でもカラーリングはなんかめっちゃ似てますね。青白でね横こうダブルの白のラインがあってね、車両の形はさすがにね全然違いますね。フロントガラスがめっちゃちっちゃくなりました。で高さも、この古い方が、高いですね。でサイドガラスの形とかあとドアの形違いますね。ホイールはね同じノーマル形状になってますね。はい、でくるっと回して後ろから見るとこちらですね。後ろのガラスの、形状とかも違う。で、ルーフはですね、あ、今回新しい方がやっぱりちょっとね換気装置とかなんかしっかりしてそうです。こちら懐かしいトミカ、スーパーポリスカーコレクションの方見たんですけど、いやー車両がねすごいかっこよかったですね。昔のトミカこのメッキパーツよく使ってましたよね。このメッキの部分がこうね遊んでたらこう剥がれてきちゃったりしてなんか汚らしい感じにはなってましたけど、今見るとやっぱりいいですよね。でメッキパーツにまたクリアパーツも昔は使われててすごいこう高級仕様になってましたね。やっぱバブリーな時代はやっぱり作りが良かったですね。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。